明治38年12月21日、連合艦隊解散式における訓示、翌月の聖戦すでに応じとすぎ、我が連合艦隊は今やそのタイムを喫上してここに解散することとなれり、しかれども我ら海軍軍人の責務は決してこれがために軽減するものにあらず、これ戦役の消化を永遠に全うし、なおますます国軍の従者を不自身には時の平戦を問わず、まず外衛に立つべき海軍が常にその武力を海洋に保全し、一朝環境に大ずるの覚悟あるを要す。しかして侮辱なる者は感染の兵器等のみにあらずして、これを活用するの無形の実力にあり、百発百中の一方よく百発一中の敵方を百門に対抗しおるを悟らば、我ら軍人は主として侮辱を形上に求めざるべからず、近く我が海軍の勝利を得たるゆえんも、子孫の帝徳によるところ王子といえども、そもそもまた兵装の伝馬その功をなし、他を戦役に結びたるものにして、もし気応をもって将来を押すときは聖戦やむといえども、休んじて休校すべからざる者あるを覚えよ。思うに武人の一生は伝面普段の戦争にして、時の兵戦によりその責務の形状があるのになすことあれば、侮辱を発揮しことなければこれを収容し、周知一貫その本分を尽くさんのみ、過去の一年余半彼封筒と戦い、干渉に講じしばしば岩敵と対して生死の間に出入せしこともとよい用意の行ならざりしも、反すればこれまた長期の一大炎症にして、これに参加し幾多啓発するを得たる武神の幸福するにものなし、兄これを聖戦の道具とするに足らんや、いやしくも武神にして自兵に当番戦火警備の外観偽善たるもあたかも車両の同格にのごとく、暴風一部をたちまち暴頭するに至らん、まことに今しもできない昔人も皇后三冠を征服したまいし以来、韓国は主役よ4年間、我が通りのもとにありしも、ひとたび海軍の敗退するやたちまちこれを失い、また近世に入り特権抜歩受刑になれて兵部を怠れば、強国霊感思想の応対に苦しみ、土管また千島カバフトを起用するも、これと構想することはたわざるに至れる。よろがえってこれを最初に見るに熟者息の始めにあたり、内およびスラフル側等に勝ちたる英国海軍は、祖国大山の屋敷に起きたるのみならず、地雷更新愛襲ってよくその侮辱を保有し、世運の進歩に遅れざりしかば、今に至るまで長くその国利を擁護し、国権を伸長するを得たり、けだし核のごとき古今東西の印鑑は、異性の力しもるものあるじといえども、主として武人が地にいて断を祭れざるといなやとに基づける自然の結果たらざるはなし、
我ら戦後の軍人は深くこれらの実例に鑑み、既用の電話に苦労るに戦役の実験をもって、さらに将来の進歩を図りて、政治の発展に遅れざるを着せざるべからず、もしそれ常に西洋を包帯して死死奮闘し、実力の満を持して必ずべき自説を待たば、恋音が悪はもって永遠に五国の大任を全うすることを言、神明はただ平素の丹田に努め、戦わずしてすでに勝てる者に勝利の栄冠を助くると同時に、一生に満足して自兵を休んずる者よ、いただきにこれをんぼ、個人曰く勝手兜の方を締めよと。昭和8年2月18日、東郷平八郎を同族す。